おお、なるほどね。そこでなるほどって。これ超楽しいじゃん。どうもです。はーい、こんにちは。マルアラさんはですね、地元で取れた新鮮な魚介類とか、その加工した食品とかを売ってるお店ですね。はい、こんにちは。どうもです。おすすめは何ですか？おすすめはですね、はい、やっぱりうちの会社で作ってる加工珍味なんですけど、一番人気のこのタコワサがうまいっすよね。これですね、本当に酒にも合いますし、おかずにもできますし、これ最高ですね。こちらがタコワサですね。結構大きめにブツブツ切ってあるんですけど、どうぞゆうくん。うん、もうやっぱりうまいよね。酒が飲みたくなってきますよね。お土産には本当にぜひどうぞっていう感じですね。じゃあ次ですね、丸竹大衆スターさんの方に行ってみたいと思います。大衆スターさんではですね、地元のスーパーみたいなところですね。野菜とかお肉とか加工食品とか飲むとかいろいろ売ってるんですけども、ですね、地元の魚介をですね、こう生かしたですね、こういうメカブであったりとか、あとはわかめとかですね、あと塩ウニですね、ウニの塩漬けですね、これが本当に超美味しいんですよ。次はですね、この丸家さんの方に寄ってみたいと思います。どうもです。どうもです。現地リポーターの佐藤です。ご苦労様。はい、丸家さんはですね、婦人服とかをいろいろ取り扱っているお店になりますね。ではですね、おすすめの商品はどれになりますかね。やっぱりうちのオリジナルのナンバーペティシャツとか、はい、あとこの口棒のもう2000枚もおかげさまで出てます。おお、大人気ですね。ジャンバーですね。はい、南三陸と背中にもこうなってまして、各小さい団体の人たちが皆さん注文してくれてますね。てか口棒っていうのはあれですよね、モデルは何でしたっけ。口棒はくちばしカジカです。そうですよね、はい、地元の魚なんですよね、はい、そうです。かわいいですよね、キャラクターが ね、 これとね、それでこれ団子魚が見てわかりますか。これ係長になってるんです。1がほう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 、団子係長となって、このキャラクターも子供用まで今出てます。なるほどなるほどなるほど、可愛いでしょ。そう、ここはですね、観光協会さんなんですけども、同時にうたちゃんショップという2つのブランドの南三陸とかのパーカーとかを売っている場所ですね。まあ、このようにですね、この地元関連のグッズなどを販売してますね。多分セイバさんあれですよね、はい、一番人気なの多分このパーカーですよね。こんな感じですね、腕に南三陸って履いてたりとかですね、これは K さんっていう地元の方が書いてる字なんですけども、それがプリントされてたりとかですね、するんですね。あとは全部地元の方のグッズですね。これはこれも地元の方が作ってますね。最近どうですか。最近は1月2月はちょっと来る方あまり少なかったんですけど、この頃は3月に入ってからは急ににわかに忙しくなってきてますね。季節のね、気候が暖かくなってきたせいもあるんでしょうけど、本当に感謝してます。はい、次はですね、佐藤酒店さんの方に行ってみたいと思います。いらっしゃい。どうもです。どうもです。佐藤酒店さんはですね、実はですね、ま、僕ここの人なんですよね。だからですね、うちの親父なんですけども、喋るの下手なんで僕が喋ります。ですね、うちはですね、はい、日本酒を中心にですね、各種お酒取り揃えておりまして、一応こう並んでる日本酒は全て宮城県のものになりますね。でですね、一応こちらなんですけども、南三陸うたつという酒でして、まあうたつブランドがあまりないので夢っていうか、そうでもないですけど、うたつに来たんだからうたつのものってことで、中身ですね、純米大吟醸でいい酒になってますね。
まあお酒買うの二の次で構わないので一旦来て喋ってもらえればいいかなと思います。まあ売りたいんですけどね。で次はですねアスリート山内さんに行ってみたいと思います。どうもです。はい、いや現地リポーターの佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですねアスリートさんはですねこう見ての通りですねこの医療品を各種取り添えておりまして、のぞみ絆のぞみストラップです。のぞみストラップですね。これですね全て地元の方が手作りで作ったものになりますのでお土産などにぜひおすすめですね。あとはですねまあ一番僕さっきからここにタオル巻いてるんですけどこのタオルがですねこの I love 南三陸600円になっております。これがですね人気なんですよね。はい、ぜひどうぞお買い上げくださいませ。ここでしか買えない商品ですからね、はい、ぜひお立ち寄りください。ではありがとうございました。待ってます。